洋風画は日本にまだ油彩画の道具が輸入されていなかった頃に宣教師から学んだり、西洋画を見よう見真似で描いた絵。線描、陰影法、遠近法などのテクニックが洋画風で絵の具は日本画のものを使っている。日本における洋風画の第一期は南蛮系の宗教画で、天文12年にポルトガル人の種ヶ島漂着をきっかけに、 ザビエルらキリスト教宣教師が来日するようになり、天正八年に、安土と有馬に、セミナリオ、薄木に、のび舎ゃ天正九年に、府内にコレジオなど、布教活動のための教育機関が建てられ、そこで洋画が教えられた。この頃の作家では、信方、山田模作、生島三郎左衛門などがいる。第二期は長崎派で、当時の日本は、鎖国時代だが長崎は、 幕府直轄地として、幕府の管理で貿易が行われていたので、オランダの本がたくさん入ってきた。その本の挿絵道版画がヒントとなり、長崎では洋風画が盛んになった。関文頃の北元木、明和以降の若杉58、荒木助本、平賀県内などの作家が出た。第3期は、秋田蘭画で、安永2年で和国久保田藩を8代目、藩主。 佐竹所山に犯罪性立て直しのため、院内や兄の鉱山の技術指導に、平賀玄内を招聘したことに始まる。玄内は、角野立を訪れた時、織田の直竹に、西洋絵画の技法を教え、江戸留学後規範した直竹が、洋画指導者として、藩主、佐竹所山や角野立城代、佐竹義見に手ほどきをした。婦女断禁図大和文化館所蔵。 天草四郎人中期天草キリシタン館所蔵、国の重要文化財、東映山市のばズいケ秋田県立近代美術館所蔵。ありがとうございます。